どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告でやたら見かけるカウントマスターというゲームやっていきたいと思います。こっちかな。とりあえずなんか多い方のゲートくぐって数増やしましょうねみたいなゲームでしたね。こっち、でこれでゴール。おい、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃですね。とりあえずまあ残った人数で、奥の方まで行きますよみたいな感じですかね。でまあ広告は相変わらず多いですね。ちょっとごめんなさい、僕飛行機乗っておりますんで、ちょっとね、まあ、マナーなんでね。はいはいはい。あ、ほんで育成の要素もありますよと。あ、初期人数増えんのか。あ、これでね、かける5とか人数多かったらでかいもんね。はいはいはい。でまあ敵はほっといても勝手に倒せますよってな感じですね。戦闘シーンがもう自動っていうね。まあまあまあ、これ増えても、あーだよな、結構削られるな。つうかこの団結力あるんだったらある程度の障害物どうにかなると思うんですけどね。なぜあの通常ステージでこううまいこと細くなってくれないのかっていうね。そのもどかしさは若干ありますけれども、まあまあまあ、どんなゲームかは分かりやしたんで、とりあえずちょっとやり込んでいこうかなと。まあ、どんなギミックがあるのかとかも気になるんでね。結構削られるね。増えたと思っても大、おーと、ボーナス。あー、ボスおるんか。ちょっと待って、80、惜しい。自動ですね。いや、自動、強い。敵、まあ、強いけど数の暴力ですね。はい、まあ、スケルトン部隊とペッカどっちが強いかって話ですよ。で、これは、アマングアス欲しいですね。なんかさ、流行ってんのか、最近。このスキンでアマングアスのキャラクター出してくるっていう。まあ、とりあえずちょっとやり込んでいこうと思います。ここでかける2とかあったらめちゃくちゃでかいんだけどね。なんか補正あるくせえな。あ、でも170は今までで一番ありますね。さあ、これでどんぐらいいけるのかっていう。でも最頂点見えましたね。 6.8 までか。ちょっと最頂点行ってみたいよね。つうか、そう、ほら、ここでは ×5×3 出る割に増え切った奥の方で全然出てくんないんですよね。なんかそれもちょっとなんか、なんか押してもうたけど。はい、レベル50まで来たところで、まあ大体気づいたことをちょこちょこ喋っていくと、まあまあ、もうギミックはもう増えないですね。で、このゲームね、どんだけ増えたところで、最後のギミックとかで、なんか200とかでゴールできそうだっていうパターンがあっても、大体削られんすよね。で、増えたら増えただけ、なんかいいのがね、いい数字が出ないんですよ。×6がゴール間際で出るとか、そういうことが一切ないんで、なんかね、レベル上げても、この 6.8 を今目指してね、頑張ってるんですけど、ちょっといける気がしないですね。すげえ運が良かったらいけるんじゃねえかとかちょっと思ってたんですけど、数字がね、明らかなエコひいきというか、多かった時はプラ10とかしか出ねえぞみたいな、なんかそんな感じなんですよね。敵の種類ももうそんなにいないし、ボスね、このボスも何個かスキンがある程度で、5種類ぐらいかな。しかないんで、もうとりあえず作業には入ってますね。なのでちょっとこの辺りからですね、広告見まくってちょっとレベルを上げながらですね。で、このアマングアスずーっと出てないです。今とりあえずレベル50まで来て、ちょいちょいあれ回せるんですけど、ボス倒すたびに回せ、宝もかけれるんですけど、1回も出ないですね。300ゴールドしか出ないです。ここからは 6.8 倍の頂にたどり着きたい、そのモチベーションだけでクリアをしては広告を見てレベルを上げ、クリアしては広告を見てレベルを上げ。ただこれ倍速でやると、この本編の方のゲームも広告で見るやつやから、なんかもうずっとただただ広告見てる感じになりますよね。まあどうでもいいですけど、これクリアしてレベル100に突入ですね。ただですね、もう全然6.8 が遠い。で、アマングアス未だに出てないです。ずっと300ゴールドしか出ません。っていうか多分入ってないね。広告見たら出るかもしれんけど。で、ちょっとレベルも上げてるんですけどね、もうこういう、これがある時点でもう100ぐらいしか残らないんですよね。終盤でめちゃくちゃ増えた。ほらほら、200とか増えるんですけど、もう絶対削られるんで。っていう感じなんですよね。なんか、いけるのか、多いっていうね。一回だけ200行ったんですけど、200行ってもやっぱ5.6 倍とかだったんで、200でゴールしてもこれかっていう感じでしたね。
なのでちょっと本来ね、だいたいこういうクソゲーやるとき100を目安にやめるんですけど、もう全然まだね、僕としてもやめたくないっていうかね、やってて全然苦痛じゃないんで、ちょっと6.8 までは生きてーなーっていうのはね、ちょっとありますね。運が良ければいけそうなんですよ。ギミックとあの数字の兼ね合いがね、うまくはまれば。で、ちなみにこれ自動生成のステージなんで、運が良ければっていうところですね。ゲームオーバーになるとね、もう毎回数字変わるんで。おー、これ激烈チャンス、激烈、400いくぞ。さあ、400いく。さあ、これのギミック次第。あー、オッケー、一番いいやつ。止め行った、300行った。さあ、これは330よ、初よ、これは。いけー。あ、 6.2、 ちょっと待って、 6.8 遠すぎやしませんかね、これ。はい、気づけばステージ200まで来ました。現在初期人数は83人ということなんですけど、とりあえずここまでやってきてですね、もう全く取れ高になりそうな熱い展開も何もなくですね、ただただこのクソぬる単純作業ゲームをですね、淡々とクリアしているっていう状態が続いてますね。で、淡々とクリアして、まあ、毎回5倍ちょいまでは行くようになったんですけど、もうほぼ広告見てますね。広告30秒に対してゲーム時間も多分30秒ぐらいなんで次の広告でレベル100になります。これでカンストするかどうかよね。さあ、どうでしょう。100の数字がちょっとぶっ壊れましたけど、カンストではなさそうですね。1万ゴールドで上がるよって書いてあったんで、さあ、これで、あー、101になったんですね。レベルの E と被ってますけどね。101なのか100なのかが。おー、久しぶりのチャンス。さ、これで300まで行き、次でかけるがあれば、なー、もうプラジュしか出ねえ。しかも最悪ギミックね。これ150ぐらいまで。あー、はい、153です。もうね。そろそろ行きたいな。116だよ。もうね、序盤にかけるが出なくなってるんだよね。もうその時点で正直若干お察しだよな。あ、でもかける 5? ちょっと待って、あー、やばいやばいやばい、これはワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。で、あー、ここでゴールかー。はい、310では弱いんだよな。根気強くね、5時間近く、このゲーム広告見まくってやったんですけれども、どうやら、6.8 はいけなそうっすね。なんかね、人が多ければ多いほどもちろん上に行くのはそうなんですけど、なんかね、200行っても5.8で止まったり、200行ってねえのに 6倍超えたりとか、なんかね、その辺もちょっと適当な感じなんですよね。なんかね、180でしょ。だからこれだとまあ 5.6 か 5.8 ぐらいだと思うんですけど、それのね、バラ、ほら、6行くでしょ。200行っても 5.8 だったりするのに、なんかこの辺がね、腑に落ちないのですよ。だからこれ、もしかすると結構な数いても、だって330の時に 6.2 が多分最高やったんで、330で 6.2 で180で 6.0 ですよ。わけわかんなくないですか。だからね、なんか多分ね、上までいかねえんじゃねえかっていうような感じです。で、まあ、ずーっとこだわって 6.8 生きてって言ってたけど、行ったから何なんだっていうのもまあ正直あるしね。間違いないですね。どうやらこのゲーム自動生成なんで、タスクを切ってね、もう一回立ち上げ直すとステージ変わるんですけど、で、その時の数字をね、ちょっと最初からかける5とかがあるやつを、出るまでちょっとやってみようって今ずっとやってたんですけど、どうやらね、やっぱ初期人数が多いとかけるなんとかがまあ出ないですね。ある程度最初のギミックで、こっちの人数削った上でのかける3とか4はたまに見るんですけど、まあそれが、あ、こういう時ね、削ってからのかけるは出るんですけど、だから多分ね、200人前後にしかならんようにプログラムされてる感じですね。
っていうのがやっぱこのリセットというかね、タスクを切って試してみて分かったので、まあ多分だから行かないようにできたんだな。はい、ということで、今日はカウントマスターというゲームを紹介させていただきました。まあ暇つぶしでやる分には全然苦痛なくやれるゲームなんでね、時間忘れて遊べるかなと思いますんで、ぜひとも皆さんダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。